日本ハム、新庄監督が西武を警戒、僕の1年目みたいな。新庄監督、育成重視の雰囲気ある、逆に怖い。日本ハムの新庄監督が25日から2連戦を戦う西武を警戒した。今の西武の状況はうまくいっていないので、僕の1年目みたいなね。育成重視で言っているような雰囲気があるので、逆に怖い。2年前はシーズンを通してトライアウトと位置づけて戦った新庄監督。成績こそ最下位だったが、チャンスを得た選手らが勢いに乗った時の瞬間的な強さは、身をもって知っている。西武2連戦後は、28日から10ゲーム差で追うソフトバンクと本拠地で3連戦。気を抜かないように、まあ抜くことはないんですけどね。しっかりとした戦いで西武に勝ち切って、首位との直接対決へ向かう。これにネット上では、やはり新庄監督は強いチームとか弱いチームとかではなく、総合的にチームを見て発言している。やっぱりこのように見れるのは素晴らしいこと。今日からの西武戦楽しみにしてます。ホークス戦前のこの2試合は大事だと思う。西武には勝ち越してないし、なんか西武って相性悪い感じがするんだよな。やはり警戒するに越したことはないので、きっちり勝ち切ってホークス戦に臨んでほしい。最近はバントやエンドラン等して、目先の1点をがむしゃらに取りに行く野球をしてない気がする。セコセコ野球の原点に帰り戦ってほしい。